ワードもこっちはパンチパタです。よろしくお願いします。ワイの特技。まあ皆さんは特技ってありますか？まあ特技って言っても様々で、まあ練習してサッカー上手くなった人はサッカー得意だぜって言うし、実は俺マジックできちゃうんだよねみたいな。まあ世の中には色々な特技があると思うんですけれども、そんな中でですね、もう体質的な生まれ持って存在する特技ってあると思うんですよ。まあ例えば親指すげえなんかここまで曲がるみたいな。俺全然曲がんないんだけど、俺はここでストップです。でね、まあ早速ちょっと言うんですけれども、俺ですね、目がおかしいんですよ。ですね、小学生の頃教室で俺しかできなかったの。そのクラスの中で俺しかできなくて気持ち悪いってすごい言われたの。だから気持ち悪い特技なんだけど、目がめちゃくちゃ振動するんですよ。ちょっと何言ってるのかよくわかんない。まあとりあえず早速ちょっとやっていきますね。じゃあちょっと見てください。じゃあ いきますよ。目見てください。目いきます。わかった？え、めちゃくちゃ振動してるのわかります？もう一回やりますよ。3、2、1。ほら、わかんないかな。ズームするか。オッケー。じゃあ、いきますよ。これで多分、わかるかな。いきます。3、2、1。これ、映ってんのかな？これっす。これ。いや、俺ね、ちょっと実際にどうやって映ってるのか見るのがすごい楽しみなんですよ。っていうのも、これは世の中が振動してるんですよ。バババババって振動してて。で、これやりすぎると目疲れちゃうし、なんか視力に良くないよみたいな感じの、ちょっとちっちゃい頃言われた記憶があるんですよ。で、あんまり良くないからやめなさいって言われたんで、あんまりやってないんですけど、これが俺の特技。かかってこい。なんなんだよ。